はい。ということで、やるばにゃんせやこにんにだ。かんぱくとまいチャンネル。今日、ニュージーンズとアドアのですね、アップデートがありましたので、ちょっと情報を韓国の、えー、今一番にばれてる、毎日経済のネイバーから、えー、持ってきた記事なんですけど、ちょっと日本語訳にしたものを持ち、読みつつ、えー、お話ししていこうかなと思いますけれども、まあ、ニュージーンズが、えー、本人たちがライブ配信にて、 本日9月25日までにハイブに元 CEO、アドアの CEO、民ジ人を会社に戻して、経営とプロデュースが両方統合された状態に戻すよう、まあ というのも、ミンヒジンさんが CEO だった前の体制に戻してくださいと。そうでないとハイブとは平和的な活動を継続できませんというような要求を、ニュージーンズのメンバー側がしていたんですが、その答えがですね、えまあ、それでですね、株価が ハイブ側が要求を聞くらしいみたいな情報が出て、で、一瞬、えー、昨日の、えー、と時点で株価がめっちゃ上がってたんですね。なんですが、今回、まあ、結論としましては代表復帰はできません。 となりました。で、代表取締役、現在の代表が、えー、社内取締役は、えっと、キープされる形で、まあ、もともとハイブもそんな、あの、ミヒジン戻すような乗り気ではなかったので、まあ、当然でしょうっていうところだったんですが、株主側としては、まあ、もしかしたらミヒジン戻るんじゃないかっていうところで、そう、まあ、ガールズグループで、あの、ストリーミングも一番すごいですね、ニュージーンズね。あまあ、ハイブの株価をかなり大きく左右するグループの一つではありますけれども、うん アイリットとかニュージーン、アイリットもあのマグネティックス良かったですけど、やっぱりちょっとニュージーンズのまあ国民的な支持っていうのはやっぱすごいですよね。改めて韓国でで、民肥人代表の復帰観測で株価は昨日上回る転換を見せてたんですが、午後12時ハイブの移行が判明した途端に一気に大暴落しましたと。もうこれもちょっとハイブ側もうそこら辺も考えて動かないといけなくなってきましたよねってことなんですけど、これだけ株価が1日で、わずか本日1日でハイブの時価総額が140%。 44億円も吹っ飛ぶっていうそれだけニュージーンズそしてアドワの影響力もすごいのよねっていうところですよねまあビッグヒットとかプレリスとかに比べてあの前,前年のね売り上げはそこまでだったんですけど全然下回ってますけどそれでもやっぱニュージーンズの,あーの影響力っていうのはすごいですよねっていうところでちょっと記事読んできますねで代表復帰は不可ということで折衷案提示という発表がアドワからありました これ、あれ、毎日経済っていうやつですね。韓国のね。で、グループ、ニュージーズの所属事務所、アドワが25日、理事会を開きましたと。で、民肥代表の、えー、社内取締役、え任、ー、期。 えー、延長を推進することにしたと。で、しかし、ニュージーンズが要求した代表取締役復帰は受け入れないことにして、メンバーの反応が注目される。で、ここで、まあ、他にも韓国の、えー、と芸能関係者は、まあ、海外から出資を受けて、投資を受けて、海外のレーベルとか事務所に、もちろん医薬金はものすごい額が、あの、発生してるけど、それでも、まあ、あの、海外から引き抜かれる可能性もあるんじゃないかとか言われてましたけど、で、これを受けて、えー、メンバーはどうするのか、 どういう判断に出るのかっていうところが、えっ、ーえー、と、かなり注目されてます。で、日本の大手アカとかでも、ケータ d j とかでも、えー、ツイートされてましたけども、アドワー側ニュージーンズの要求を否定という拒否ということで、アドワー 9, 9月11日、民ジ人理事に、今後5年間のニュージーンズ制作総指揮を任せることを提案した。えー、っと、 で、5年間はニュージンズの契約の残りの期間全体だ。で、ここでまあ、この記事にも出てくるんですけど、まあ、5年以上、あと5年プロデュース残ってる、契約期間が残ってるってところも、個人的には結構驚きでした。あと、About Music でも出てましたけど、Hive reportedly promised, proposed me, Hygin, to continue producing for New j o n s for the next 5 years. ということで、まあ、a d o n CEO には、えな、ー、れ、戻れないけど、 プロデューサーとして、まあ、外側から、ニュージーンズのプロデュースを今後5年間、えー、できるようには提案したと。ハイブ側が、アドア側が、ということなので、継続したニュージーンズの活動とか楽曲を作れそう。そう。で、o n t be reinstated as the CEO of,、Ad o、ということで、復帰はできない。CO のアドアの CEO には復帰はできないという判断がされたみたいですね。で、あの、アドアの代表取締役は、契約期間結構長いね。うん。 だいたい7年ぐらいなのかで,で、代表取締役への復帰要求にして議論した結果、現時点では受け入れられないと判断した。で、まあ、この記事の続き、あと韓国人のちょっとコメント、反応、現地の反応も持ってきました。あ、えと、ー、で紹介します。25日、アドアは、今日の理事会で民肥人理事を社内理事に再任せ再選任ですね。もう復帰させるための臨時株主総会を承認、えー、中することを決意したと。で、アドアは先立って9月11日、 午前、ミンヒジン理事に今後5年間の、えー、ニュージーンズのプロデュースを引き受け,き受けてほしいという提案をするにしたことがあるとのことなんですね。そう。まあ、そういう意味ではニュージーンズの楽曲は、まあ、あと5年は聴けるんじゃないかと。で、まあ、ミンヒジン自身もあと7年間は今後、あの、計画があるっていう、ニュージーンズに対、関して、まあ、こうしていきたいというビジョンがあるっていうふうには言ってたので、そこら辺は少し安心できたかなっていうところ、うん、ニュージーンズの曲は聴けそうですね、また。 で、えー、あと5年は、こちらですね、上の方。あと5年はニュージーンズとの契約が残っている期間全体だということですね。で、あと、えー、現在、アドア理事会は、キム・イ・ジュヨン代表はじめ、イ・ヨンジュン、えー、イ・ド・ギョン、ミンヒジン社内取締役と、 えー、キム・ハクチャ、社内と、社外取締役の5人で構成されていると。で、ハイブ側の挨拶が、えー、最低3人で過半数を占める仕組みだ。えー、と、ちょっと、ね、翻訳おかしいけど、まぁ、あ、ハイブ側の人が、まあ、構成が変わって、ハイブから3人やってきたんですよね。だから、アドアだけど、ほぼ、ハイブの、 あのカタカタで、固まっているとでまあ、社内も結構マネージャーさんで、ハイブの社内で、ハニーちゃんが無視されたりとかっていうのもありましたけど、かなりアウェイな感じです、アドア内でも。あの、相談しても、無視されたことをハニちゃんが相談しても、あの、社長さん、現 CEO に、もう過ぎたことだから、証拠もないでしょっていうような感じで、まあ、あの、払われたっていうようなコメントもありましたけど、ライブ配信で。まあ、自分の事務所にも関わると誰も守ってくれないというような感じのコメントもありましたけど、まさにそんな感じみたいな。 で、イ部側の人事が、えー、民前代表の社,社内取締役、えー、再任であることを推進すると、えー、来たる11月1日で終わる、民代表、前代表の社内取締役、えー、延長は無難に行われると見込まれる。えー、ア,ドアドア側は、ニュージーンズの政策担当の PD としての地、位、機、え、関、ー、と権限に関して、えー、基本的な保障がされただけに、今後、具体的な条件について協議が行われると期待すると。し、 ニュージーズメンバーには今日、理事会で議論された内容と様々な質問の内容についてメールで詳細な回答をしたと、えー、付け加えた。で、しかし、アドー理事会は民肥人元代表の代表取締役復帰については受け入れ不可能であると議論したと発表した。アドア側はできませんという感じなんですよね。だから一方で、そのハイブ側の人事が民肥人の社内取締役参院選であることをまあ推進した、をしたんですよね。 で、まあ11月1日で終わる民代表の、えー、社内取締役任期延長は、まあ、無難に行われると見込まれると書いてますけど、まあえー、実際に、プロデューサーがプロデュース側としての地位とか、えー、は継続される。ただ、代表取締役の復帰に関して、アドアの理事会ができませんよという結論に至ったというのが一番、そう、重要なところ。 であと、カルバンクラインのモデルに決まりましたね。ニュージーンズ。さすがだよね。ニュージーンズなだけあってね。カルバンクラインジーンズも着こなしもさすがですけど。 民家とかもやってますよね。そう。え、背のね。来たる4月、経験剥奪疑惑で、えー、告発された、民ヒ人元代表と、ハイブの葛藤は、アドアが去る8月27日ですね。先月、民ヒ人代表を解任しましたね。で、キム・ジュヨン、社内理事を新たに CEO として選任しながら、えー、まあ、こういった、今に至るわけなんですが。そして、ニュージーンズが、この前11日、YouTube チャンネルで緊急ライブやりましたけど、もう国内外です。 すごい話題になってましたけど大荒れでしたけどメンバーたちが言ったんですけどね私たちが望むのは K とプロデュースが統合された元のアドアだから戻してくださいって言ってましたねでパンシオック会長とハイブは 私たちの要求に応じて25日までアドワーを正常化させろと、懸命な選択をしてほしいと、まあ、民代表の復旧を要求してましたが、まあ、アドワーは m i 代表が、えー、ニュージーズのプロデュース業務を、まあ、そのまま引き受けると明らかにしたと。プロデュースはやらせてあげるが、CEO、経営はあなたには任せられないっていう感じのアドワーの意向が明らかになったわけですね。で、民元代表は会社から一方的に解任通知を、まあ、以前受けましたと。 で、プロデュース業務、えー、委任契約書にも、えー、まあ条項があると、独ソ条項があると、えー、サインを拒否したと。そう。まぁ、あ、ちょっとなんか、受け入れない条件があったみたいで、サインしなかったみたいですね。でプロデュース業務の、に業務に関して。で、アドワはニュージーンズメンバーが決めたデッドラインに合わせて、えー、25日ですね、本日。社内取締役、代表取締役、 CEO は不可能です。受け入れられません。ミヒジンを CEO に戻すなんて団子反対みたいな。だけど、プロデュースをやらせてあげます。プロデュースは維持しますよと。なんかまあ、チェリーピッキングじゃないけど、まあ、いいとこ取りした感じですよねっていうところもそうだし、さすがに経営をミヒジンに戻して、 さあ、出すわけには株主としても理事会としてもいかないよねっていうとこだったんでしょうね。で、こういう半々の合意案を提出したと。しかし、民代表の復帰という革新要求が、えー、通されず、えー、まあ、これでニュージーズメンバーはどのような、 選択をするのか関心が集まっているということで、まあ、あの、プロデュースと経営が統合されている状態を民妃人というか、ニュージーンズメンバーは要求してたので、話違うじゃんってメンバーになってるだろうし、これで背後を抜けるのか否かっていう話でもなってくると、そう。で、民妃人が、これ大手赤ですけど、結局あの、契約期間の延長だけの話があって、有害条項の削除がなかったということで、もうこの記事にも出てますけど、有害条項。 さすがに受け入れられないような、ちょっとあり得ない内容の、えー、やつですよね。独ソ、条項が入ってたので、さすがに無理ですよっていう感じだったみたいで、でまあ、この契約の内容が変わればサインする可能性あるんですけど、まあ、CEO に戻るっていうことはなさそうですよね。そう で、前の時点で、こんな感じでしたけど、昨日の時点で、キム・ジヨン、えー、あとは新任代表と緊急面談しますよって発表がありましたけど、ハイブと現経営陣がニュージンズの要求を受け入れるか不透明だっていう感じだったんですよね、昨日ね。結局受け入れなくっても、ただプロデュースはやって、あ、やってもらいたいということで、プロデューサー任せますという感じなんですよね。 で、まあ、訴訟に入る可能性もあるんじゃないかと言われてました。今回の会談が重要な転換点にある可能性もある。っていうことで、まあ、結構株価も今回の発表で大暴落して、まあ、1日で244億円吹き飛ぶっていうのもなかなかすごいなっていう感じですけど、ハイブの株も今、アップダウン激しすぎますよね。まあ、一方で第三者の仲介なしに、両者の和解不可能、そう、ハイブと。 ニュージーンズメンバーもそうだし、まあ、ニュージーンズメンバーが訴訟に踏み切る可能性もなくはないのかなっていうところもそうだし、まあ、ハイブ抜ける可能性も出てきたようなっていう感じなんですけど、まあ、皆さんはどう思ってるのかお聞かせください。でこれ韓国人の、えー、ネイバーのコメントですね。ちょっと翻訳したものですけど、不自然かもしれないんですが、えー、もしハイブ PR 担当者がわざわざニューアール、ニュージーンズを離れたならこれは深刻な背任行為ではないでしょうか えー、ハイブ終わるとかってね。えー、あと、ファクトって書いてある上に、ね。ニュージーンズ要求すべて無視。ミンヒジン手足を切って、社内取締役延長のメディアプレイ。現、アドアプロデュース、えー、総括はビリーフラップ。えー、ビリーフラップ。えーえー、副代表、イドンギョンであり。関連チームインサイもイドンギョンが割り当てられた状態です。これは妥協で、妥協ではなく罠かもしれません <laughs>。ミンヒジンさんの。 に対して結構会議的な方もいる言葉を遊ばないでください。まあ、これ、あれね。言葉を遊ばないでください。代表復帰させてって言ってる方、民肥人側の方もいらっしゃいますよね。えー、っと、民肥人、まあ、この、この妥協っていうのは、ハイブ側でも取れるかもしれないですよね。背部側が プロデュースだけさせますよってサインさせて、まあ、独ソ条項が、まあ、あるかもしれないし、これから不利な条件入ってくるかもしれないし、ミヒジンを仕掛けている罠かもしれないよねって言ってるこも取れる。ミヒジンという女性は、ゾンビにあの会社が気にならなければ出て、字の会社が取れればいいのになぜ何社で会社するのか最高でもないし、最高でもないし、野球部の写真を見てはいけませんか あ、敗人だと言って、社内取締役、えー、5年はやってくれ。言葉はいたずらです。選択はしなくてもいいし、敗部の立場で惜しくないから、こんなに早めにするのは見えませんかこの頃は少し消えますか本当のジングルジングル。言葉いたずらはやめてくださいん。毒物はあの目つきを見て、カバーはジャバを食べます。ちょっと翻訳わけわかんないですけど、ね、で、結局、ミンヒージがニュージーズの息子がスライティングを調整しているように見えます。 もともと経営していた人を大株主気分、えー、障害罪に切って他の人のを代わりに座ったが、経営ダッシュを,を誰がしたのか過度な吸い方を要請する。受け取らない理由が続く。どんどん丸く食べるつもりでないならば。ちょっと面白いね。ニュージーンズの人気が枯れたからとかってもあるね。HYBE、ニュージーンズ、民肥人はお金を稼いでいます。はい。間違いないですけど。 民ジ人、役職、お金の欲、紛争要因ではない。ニュージーンズとのビジョンを達成するのって言われてますね。本当,本当にこれは完全にギャグしているね。今遊びなさい。遊んでるのっていう感じ。すべてのプロダクションが、えー、まあ今、えーいい、えー、ちょっとおかしいね。5年の期間だけ増やしてくれたら何をするのかと思います。プロダクション、プロデュースが民ジ人のプロデュースが5年増えたら何をするのかなって ミンジンが無駄にな,かならなかったらこれはありません。んーと、ハイブひどいってコメントもありましたね。無意味に尋ねて決定します。ニュージーンズにその選択はありません。サークルじゃないから。うーん、ハイブだよね、結局決めるのはね。もう拾うには瓶が割れすぎた場所、もう維持するには肩に曲げて入らなければならない。もうちょっと戻るには。 ちょっと荒れすぎててグループも亀裂が入りすぎててなかなかイメージもね取り戻すのもなかなか時間かかりそうですよねこれだけニュージーンズの曲聴くたびに民肥人のこのゴタゴタハ部騒動が頭に浮かぶ人も増えもうほとんどじゃないかなと思うんですけどこれは2つの拒絶ですがら明らかに他の意図もあるように見えますたくさん見てくれるというような感じいろいろコメントがありましたけど まあ、背部ひどいって言ってる人もいるし、耳を戻してって言ってる人もいるし、いろいろ世論も分かれているわけですが、ケ、えー、まあ、スタイルとかの記事も出てましたね。まあ、結局不可能ですよってところなんですけど、まあ、アドワー側の声明文ですよね、ここら辺。えー、アドワーはただし理事会は本日代表と。 取締役の復帰についいては現在受け入れられらないとと。議論したとニュージーンズの制作担当プロデューサーとしての地位、機関と権限に関して基本的な保障がなされただけに今後の具体的な条件について協議が行われることを期待すると明らかにした。と。ニュージーンズのメンバーは、には、まあ、メールでね、えー、言ったみたいですけど、うんと電子メールで詳細な回答をしたと。 でこれは11日、ニュージーンズメンバーがまあ配信をしてアドアとハイブに要求したことに対するアドアの立場表明となったので、まあ、これでまあ答えは出たということなんですけど、今後の動向はニュージーンズメンバーがどうするかっていうところですよね。えー、っと、 まあ、ハイブがね、民秘人を業務上敗人で疑いで告発した後に8月27日の、えー、キム・ジュワンを新代表に変えましたけれども、まあ、そこからいろいろと、ニュージーンズメンバーの中でもう曲も作りづらいし、前の体制じゃないと全然多分、なんだろう、うまくいかないし、誰も守ってくれないし、で、まあ、あとなんか、日本でヒットしたんですけど、102万枚売れたんだけど、それもニュージーンズがね、っえっ、ー、と、アドア側、えっ、ー、と、ハイブ側が、日本でのヒットを、まあ、 100, 100ミリオン超えのあれを結局隠そうとしてたみたいだし、うん、結局活動するから良かったっていうコメントも結構見ましたけど民肥人はまあ一方的にこうやって解任されてアドワーの代表からに選任されて2021年11月から代表なんですよねで2年9ヶ月で経験を、はい、剥奪されたとこれに対し民肥人は一方的な解任通知だし配 i には適 適法な、えー、手続きを取った代表取締役の交代だと。ハイブはまあこれは、まあ、適,適法な魔法に基づいた手続きを行ってるでしょうと。だから CEO 交代したんだよっていうところなんですけど。 ま、結局、民妃人は9月13日に、えー、ソウルの中央裁判所かなアドワンの臨時株主総会の招集及び社内取締役再選人のための仮処分申請を行ってたんですね、うん、民妃人がね。ライブ配信も民妃人が関わってたんじゃないかとかって言ってましたけど、まあ、メンバー本人がやろうっていう風に言ってましたけど、まあ、あれを受けて11日の13日で民妃人は裁判所に申請を行ってるんだよね。まあ、繋がってないとは言い切れないのかなと思って。関わってないとは言い切れないのかなと思って。 まあ、メンバーが入事のメンバーが望むなら私も仮処分申請しますっていう感じで思い立ったの可能性もあるけどね。で、あとまあコメントとか、えー。要するにプロデューサー任せるけど民肥人に代表陣にアドアが宣言した無理なツアーや、えー、ツアー計画やスケジュールの部分は口出しするなってことよね。うん。そう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 いうことですよね。 結局、アド o が宣言したツアーとかスケジュール部分は、うん、口出しするなっていうことになるわけだよね。そう、まあ、ニュージーンズは大規模開催される、うん、ファンミーティングを皮切りに2025年予定しているワールドツアーの基盤を作りたいと思ってますって。これをやるのかなアド o は良質な公演を提供するために十分なトラックリストを確保すると同時に、アーティストの練習時間やの確保や、体調管理を何よりも重要視しているため、無理なスケジュール。 画画やや、えー、ツアーースケジュールは控える所存ですとそうそうそうまあ結局ここら辺はちょっと休ませるってところなのかなそこら辺はあの口出しできないのかなミンヒジンさんは下半期のリリース目標に準備中である新しいアルバムとともに皆さんファンの皆様にとより高いクオリティコアをお見せするために最,最善を尽くしてまいりますと、うん、まあやるんでしょうねファンミーワールドツアーの基盤を作ってってねっていうところなんですよね そこら辺はアドア側の移行が優先されるのかな、今回の決定で、ね。プロデューサーミー人がやるけどね。経営権はアドアに行く。経営権に関してはミー人は口出しできなくなってしまうので、なっているので、現時点でも。やっぱり何も変わらなかったか。けどミーヒージンもニジンも引き続き活動できるから良かった。とりあえず5年は楽しめそうかな。うん。 まあ、プロデューサーとしての立場っていうだけで CEO の権利は全くなくなってしまったので、まあ、今後ワールドツアーとかねアルバムとかでワールドツアーとかファンミーティングとかですよね、まあ、会社のアドアの宣言した今後のスケジュールに関してはアドア a が決めていくっていう感じなんじゃないかなと思ってますけどまあ儲けるだけ儲けてくるんじゃないかな儲けたいんじゃないかなっていうところはやっぱありますよね。 ハイブはね、あれだけ日本の活動のお邪,魔を邪魔をしてたんですけど、ハイブ側も日本で売れてる、売れすぎてると良くなかったんでしょうね。これもね。ニュージーンズの日本売り上げを実際より低く売れてないと報道しろと。記者を脅迫するハイブの音声が流出しちゃったと。 まあこれでね、ニュージーンズに不利になるように働きかけていたっていうことが、ここら辺でも明らかになってますよね。まあほんと自分の会社のアーティスト潰しに行ってる感じが本当情けないと思うんですけど、かわいさすぎるんですけど。まあとりあえず、今後5年ぐらいは、えー、かむ、えっ、ー、と契約期間の間は、ニュージーンズのね、 曲と、えー、パフォーマンス聞いたり見たりりでできそうですねとりあえず安心はしましたけど。まあ、ニュージーンズの要求は受け入れられなかったので、すべての要求が社長に戻すっていうこと、CEO に民人を戻すってことが要求だったので、どうメンバーが反応するかがちょっと見どころかな。まあ、医薬品もめっちゃ出ちゃうし、抜けるっていうことを選択しないだろうけど、海外から引き抜かれるっていう可能性もあるのかなと思います。以上です。Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. 안녕히 가세요 여러분 바이바이.